はい、こんにちは。豊島区議会議員、くつざりょうじでございます。ミルルン様、ポノリン様、まさみ様、しん様、フレーゲル男爵様、どしこ様、つるはるみ様、山椒のみーちゃん様、ご支援ありがとうございました。中にはお手紙、物品のご支援もございます。ありがとうございました。複数回いただいている方も多数いらしてですね、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ありがとうございました。昨日は意味不明の倦怠感で休んでしまいました。もう眠くて眠くて日中もですね、なんかわかんないですけど、何かの疲れが、病中ですんで、そんなすかね。あさってとうとう2回目の抗がん剤投与が、迫ってまいりました。また10日間払いたくて寝込むのかなーって今からちょっと憂鬱なんですけれども、本日ですね、目黒区議会で選挙期間じゃないのに内裏助けを使わなという陳情がですね、可決成立したそうであります。共産党議員のみが反対したそうで、残り全員賛成。これ法律違反、違法ですからね。豊島区でもあんな大騒ぎになったのに、どんな騒ぎかと言いますと、内裏助けを使って恥じない共産党を糾弾したところ、5時間も休憩ぶっ込みやがって、で私がブチ切れて、次の議会でなんで共産党は違法行為が平気なのか、それはですね、革命成功させたら俺ら全員奴隷が家畜のように扱う言ってたから、そんな奴らに遠慮すっことねえ、そんな奴らが作った法律守っことねえっていう考えながらですよって本議会でぶちかましたら、私に対する懲罰委員会が設置されまして、豊島区議会47年ぶりっつね、そこで懲罰委員会でまだまだ言い返してボコボコに共産党ボコボコにして、なんつうの、返り討ちしたんですけれども、そんな大騒ぎになったのに、なんでそんなに共産党は内裏助けを使いたいのかというですね、なんでなんだ、謎なんですよ。全くの努力の方向が間違ってるとしか言いようがないですけどね。違反の内裏助け使ったところで何票増えるっつんだよっていうね、1票も増えないような気がするんですけど私ね、ですけど今まで使ってたものを違反承知で使ってたものをですね、使うのやめたらですね、頑固な支持者の機嫌損ねんのかなー、違法行為はどんどんやれ、いずれ家畜や奴隷にする奴らの作った法律なんか守ることはないっていう支持者の機嫌損ねんのかな、今でも公安監視対象のですね、共産党を支持している人らは筋金入りの、もう治療不可能な思考停止している連中か、バカか、どっちか、だもんね。共産主義なんか、世界中どこでも成功してねえのに、どこでも失敗してるのに、なんで、しがみつけるのかって謎ありますよね。元祖で本家のソ連が崩壊した時に、あ、やっぱ共産主義ってダメだな。気づけよ。気づけよお前らというようなですね、1時間ばかし言ってやりたいところでありますけれども、私が豊島区委員会で暴れたことでですね、こういう陳情が元になってますから、こういう陳情が出たなら嬉しい次第であります。話題、松下玲子、武蔵野市長と池上彰が似ている。目つきなくそっくりですね、本当にね。これ長年ね、思想が顔に影響してんだが、もしくは知らず知らずに遠い親戚同胞なのかもしんないな。池上彰はですね、局の台本通り喋ってるんで、思想らしい思想はなさそうですね。思考停止してて、操り人形っていうか、渡された通りに喋るっていうね。この人ら上から言われたことを鵜呑みの思考停止状態なんで、迷いがないのかなーって私ちょっと思いましたけれども、衆議院議員の和田政宗さんがですね、その武蔵野市に行ってですね、例の
外国人住民投票条例反対凱旋をしたところ芝木隊に妨害されたそうであります。まあ凱旋させないようにやいのやいの周り取り囲んで罵声を浴びせる、レイシストなんても言ってたな。言われたからってどうだってことないんですけれども、私に演説させないようにやじやスピーカーで声をかぶせてきた人たちがいたが、神奈川新聞石橋学は表現の自由だ、政党活動や政治活動を力で阻止しようとする勢力を擁護、民主主義への冒涜であり重大な挑戦と和田さん言っておりますけど、神奈川新聞のあの石橋学なんて擁護する側じゃなくて工作員芝木隊の本人隊員そのものですかね。和田さんちょっと認識間違ってますけどね。取材に来た新聞記者っていう風に捉えてますけど、あいつこそ芝木隊の隊員だから、しかも幹部ね。和田さんとこにも来たかって、あいつら最近暇だしね。さぞかし驚かれたことでしょう。こんなにやられたの初めてなんじゃないかな、国会議員参院議員、ですもんね。動画でもそこそこ相手してやってるんですよ、和田さんが。邪魔すんなみたいなね。私らぐらい何回も何回も来られるともう全然相手しなくなるんですけど、安倍総理秋葉凱旋にも来ててですね、あんな人たち呼ばわりされてた連中ですね。あの時は総動員だったみたいですけど、石橋学が来たってことは川崎芝木隊が担当してたんですね。安倍総理の時は全部の支部が動員されて全員いたみたいですけど、四季島会担当は東京芝木隊でした。私右翼活動家時代四季島会というのをやっておりまして、まあ四季島会の名前変えて今のテレビ改革と政治団体にしたんですけれども、凱旋のたんびに来やがってもう邪魔で邪魔でしょうがにかったな。こちらは赤羽でまだ私坊ずっくりの時の写真ですけれどもね。ちょうど四季島会専属の芝木隊が発足しちゃいまして、そこのリーダーはジャガイモっていうですね、小倉っていうらしいんですけど名前ね。発足しちゃいまして、凱旋のお題がどんなでも無関係に四季島会が凱旋するっつったら来やがって、まあ、解禁症でしたよ。ジャガイモですね、ミンダーハイカのやつで、一説にはですね1日いくらじゃなくて月給もらってた正社員っていう噂ありましたけどね。国会議員がですね芝木隊で不快な思いしてですね、なんか変わっといいんですけどね、規制入るとかね。そういえばですね、デモを妨害するのにデモについて回ってね、歩道を歩ってギャオギャオ言って、そういうのがですね条例変わって、その並行して歩く並走するっていうのも付け加えられて逮捕の条件になったんですよ。これね、あいつらが自分で自分の首を絞めた例であります。ですんでデモに並走してギャオギャオ言って、回ると逮捕というふうに途中から変わりました。数年前のことであります。岸田総理初の所信表明演説、必要な財政支出をためらわず財政再建、それとともに財政健全化に取り組むなんて言っておりまして、ネットの反応です。増税すんだろうな、財政健全化イコール増税だろうな、回収もためらいなく行うんですね。消費税廃止で経済は立て直せるよ、ばらまきと増税戦略。ばらまきでどうやって経済立て直すんで、所得倍増は引っ込めた。総理になる前の総裁選の時に言ってましたね、岸田さんね、所得倍増つってね。でね、慌ててですね、所得倍増は所得が倍になるということではないかなんか言っちゃってグダグダしてましたけれども、まあ引っ込めた。財務省言う通り財政健全化で増税&緊縮財政で経済冷え込み、これがですねで経済冷え込むんで、所得税も法人税も減りますよね。税収減少、ますます増税&緊縮財政と、これが失われた30年の正体であります。なんせね、実質税負担率が 46% ですもんね。経済が下がるはずもないんですよ。
取られすぎなんですよ、重税すぎなんですよ。で、会社が儲からないんじゃ給料も上がるはずないですよね。財政健全化、これがまずおかしいです。この言葉が私見破りました。普通に聞いてると聞き流しちゃいますけど、財政健全化おかしいんですよこの単語。まるでね、今が不健全みたいな財務省の決めつけっていうか、これ悪意を感じるな。日本政府の財政は世界一健全です。実は根拠は日本国債の利子の低さ。日本政府の借金が日本国債であります。国民の借金ではありません。日本がダントツ1位で利子低いです、日本国債。これはですね、ローリスクローリターンの原理で、あれですよ、日本政府はどうあったって金返してくれる、日本政府が倒産することはないって世界中が思ってるってことですね。世界一健全じゃねえか。利子がですね、今の6倍、イタリア並み、イタリア国債並みになったらやっと健全化しようがって言えって、そう言い出せって。それは健全でない。今1位の健全を誇ってるのに、なんでこれ以上健全にしなくちゃいけないんだって。まあ自民党の中ででもですね、財務省の嘘に気がついてるのは高市さんぐらいで絶望しちゃいますね。高市さんは財政健全化は一旦置いといて、 2% のインフレ達成するまで、あれするぞ、経済活性化するぞ、どんどん出しちゃうぞみたいなこと言ってましたんで、財務省の嘘に気づいてるのは間違いありません。安倍総理も気がついてるんだろうけどね。それで消費税の増税をなるべくできる限り延期したんでしょうけどね。石原伸晃内閣官房参与、日給27,000円がテレビ出演。初の女性総理は川上陽子さんか、上上陽子さんっていうもの、川上ですよね、川上陽子さんか小渕優子さんかなと発言しました。どうしても高市さんは嫌みたいであります。ネットの反応です。ドリル総理小渕のことですね。ギャグ、調子に乗んなバカ政治センスゼロだから落選したんだね。でもお前落ちてんじゃん。小渕優子に何の実績が、さすが落選しただけあると思わせるだけの見事な見識。岸田派の川上、茂木派の茂木派の小渕、総理と幹事長に媚び打ってる。敗軍の将、兵を語らずって、負けた途端にペラペラ言ってんじゃねえよこの野郎っていう。私石原伸晃大嫌いなんですけど、理由はですね、後から言いますけど、落選したばっかでよくテレビ出られんな、恥ずかしくないのかな。当選回数ばっか多くてですね、自民党の都連を牛耳ってた伸晃ね、こいつと板橋区の下村博文さん、元文科省大臣の下村博文さんが牛耳ってたんですけど、その二人が連れてきた都知事候補はですね、増添、増田と外ればっかでですね、都民は長年の間煮え湯飲まされてまいりました。元小沢の子分でですね、岩手県知事の時に岩手県の借金をものすごく膨れ上がらせた左翼の増田都知事は、まあ、小池さんが土地阻止しましたけど、小池2期目はですね、自民都連独自の候補も立てられなかったほど、都連、自民党都連は弱体化いたしました。こいつのせいです。大体伸びてる、と、下村さんのせいですね。まあ、はっきり言っちゃうと、政治センスゼロなんですよ。伸びてるわ。地元杉並の関係者の評判もすこぶる悪いです。モノモース杉並区議員をですね、除名したり怒鳴ったりと、やりたい放題、わがまま放題と聞いてます関係者から。川上陽子さんか小渕優子さん、このあたりの世間とのズレね、それが落選の秘訣か。テレビしか見てないでしょこいつ、適当喋ってるでしょ、
テレビしか見てないで。物知らずってのかな。自分で考えたのか、これ史上初の女性総理は、高市さんだけは嫌っていう勢力。例えば、財務省。筆頭、財務省。テレビは、皆さん、ご存知ないかもしれないですけど、財務省の言いなりです、実は。財務省、テレビに強いです、実は。ものすごい頭を押さえつけてます。という勢力に言わされたんだがは、不明なんですけどね。まあ、こういうやつだから、テレビも使いやすくてバカで、番組呼ぶんのかなーって思ったりね。というかね、目黒区議会でそういう陳情が出たということで、私ちょっと寝床に倒れながらも病気療養中ながらも誇らしい気分で、ちょっと体調が改善したような気がいたします。よかったらチャンネル登録お願いいたします。デトックスジャパン。